ローヌ川の湿器をゴッホ・オランダ美術とは、オランダの独立以後の美術を言う。オランダ独立以前の美術は一般に、フランドル美術と呼ばれる。そのため、オランダ美術は、オランダの独立以後の美術を指すことが多く、本校でも17世紀初頭の独立以降の美術について述べる。真珠の耳飾りの少女、フェルメール、牛乳を注ぐ女、 フェルメール・オランダ黄金時代の絵画とは、オランダが世界的な影響力を持っていた、ネーデルラント諸州の独立戦争である80年戦争の終わりから17世紀を中心として、オランダ人が形、あるいはオランダで活躍した外国人が形によって描かれた絵画のことである。日本でオランダ絵画と呼称される絵画は、この時代に描かれたものを指すことが一般的である。 80年戦争でスペインからの独立を宣言したネーデルラント連邦共和国は当時のヨーロッパで最も富裕な国で貿易、学問、芸術の最先端国家だった。連邦共和国を構成した北部の州は南部の州に比べると芸術分野で勝っているとは言えなかった。しかし戦争による混乱と住民の大規模な移動はそれまでの君主制やカトリック的伝統の破壊に つながり、オランダ芸術はこれらの大きな変革の結果、素晴らしい成果となって結実した。オランダ黄金時代の絵画は、ヨーロッパ全体で見ると、バロック絵画の時代と合致し、中には、バロック絵画の特徴が見られるものもある。しかし、バロック絵画の典型的な特徴である対象の、理想化や壮麗な画面構成は、ほとんどなく、 隣国であるフランドルのバロック絵画の影響も見られない。この時代に制作された有名なオランダ絵画の多くは、伝統的な初期フランドル派から引き継いだ細部にわたる写実主義の影響を強く受けている。この時代の絵画を最もよく特徴づけるのは、それまでになかったジャンルの絵画が制作されたことであり、画家の多くが様々なジャンルに特化して絵画を描いた。 このようなジャンルの専門家は1620年代後半に始まっており、1672年のフランスのオランダ侵略までがオランダ黄金時代絵画の最盛期となった。オランダ黄金時代の主な画家にはヨハネス・フェールメールやレンブラント・ファンレインなどがいる。フィンセント・ファン・ゴホ・ハーグ派とは1860年から1890年までの間に オランダのハーグで活動した画家たちの呼び名である。フランスのバルビゾン派による写実主義に大きな影響を受けている。ハーグ派の画家たちは、くすんだ色合いを多用する傾向にあったことから、灰色派と言われることもある。フィンセント・ファン・ゴッホは、19世紀のオランダのポスト、印象派の画家である。主要作品の多くは1886年以降の、フランス居住時代、特に、 アルル時代とサンデミでの療養時代に制作された、感情の率直な表現、大胆な色使いで知られ、ポスト印象派を代表する画家である、フォービスムやドイツ表現主義など、20世紀の美術にも大きな影響を及ぼした。ありがとうございます。